ハテナ、カオル、ラクス、アン、ロミ、ココア、いらっしゃい、ヒロちゃん、ユウちゃん、カズト、カナちゃん、ミポママ、マロシャン、オノンベ、アヤ、リンリン、18号、イケケ、ミ、レオ、田中、500円、イーちゃん、ユカリス、ミルク、ヨコチ、ヒトミ、トマトサラダ、ピアニッシモ、いらっしゃい。こんばんは。ゼロ子よ。レモン、いらっしゃい。チャンハナ、ユッキー、ネズコ、ナオ、KTK、いらっしゃい。モンジョリの、そうね、モンジョリちゃんに対抗すべく生まれたゼロ子よ。金の風船ありがとうございます。てつちゃん、いらっしゃい。小沢さん、いらっしゃい。モンジョリちゃんに負けないわよ。今日も可愛いでしょ。今日はね、第1回早食い選手権ということで、ある方と牛丼の早食い対決します。ファッション今日はね、可愛いのよ。張り切ってるから準備に1時間もかかっちゃったわ。で、その方と9時に待ち合わせしてるので、その方と牛丼早食い対決するのよ。ね。あ、ゼロイチ、いらっしゃい。あ、風船と金のクマさんと匿名さんも風船ありがとうございます。クちゃん、かわいい。じゃあ今日のファッション見るかしら。ちょっと待ってね、タバコ吸ったら今日の服装を見せるから。あ、金の風船ありがとうございます。なんで女装してるのですか。女装して、ゴールはどこに向かってるのかわかんないけど、いいのよ。ね、あなたたち。皆さんがゼロ子可愛いって言ってくれるからかしら。はい、ゆずきいらっしゃい。モンゴリアンチョップいらっしゃい。お化粧も自分でしたわよ、今日は。かわいいでしょ？どう？今日もかわいいでしょ？はい、ペリちゃんいらっしゃい。上手、どんどんね、お化粧上手くなってきたから。うん、はい、眉毛は太眉よ。太眉、うん、太眉にしてるわ。カズちゃん、いらっしゃい。あ、ナイス、ありがとうございます。同じネタじゃないじゃないの。今日は早食い対決するじゃない。そうでしょ。あと皆さんね、もうね、今月ふわっちふわっち見てるとね、今月あれよ、また21日からイベントあるのよ。皆さんね、無理しないようにしなさい。今もね、金のアイテムであれでしょね。また月末にまだやるらしいわよ、イベントね。
大変ね、あんたたちもイベントばっかりだからね。皆さんね、無理のない範囲で頑張りなさいね。今夜もありがとう、ひろちゃん、ありがとう、ありがとうございますね。今日はね、前回ナゲット100個、そういう大食い系はちょっとやっぱ苦手っていうのが分かったので、やっぱり得意の早食いでやっぱ残したらやっぱもったいないから、無理な企画をするんじゃなくて早食い対決を、9時にね9時に待ち合わせしてるから、パリピちゃんいらっしゃい。あ、なこちゃん、ありがとうね、なこちゃん。私がね、モンジョリちゃんのことを話すとね、鳩がいっぱい飛んじゃうの。もうやめてね、今日は。モンジョリちゃんに鳩を飛ばすのは本当にやめてね。通報されるから。配信落とされちゃうから。ねえ。モンジョリちゃん、待ってなさい。養分ちゃんもお釜の時代よ、今は。あなたもお釜になりなさい。悪口ばっかり言って、モンジョリちゃんの。悔しかったら近づきなさい。やり方間違ってるわよ。羨ましかったら、モンジョリちゃんになればいいのよ。そうでしょ。違う？いいとこは見習いなさい、あなた。ダメよ。カニいじめてたら。あなた、そういうところで差ができてるのよ。朝からカニいじめて。ダメよ、そんなことしちゃ。あなた。あなた、モンジョリちゃんに、助走してもらって不細工だったからって、ひがまないで。私に。私は可愛いんだから。そうでしょ、皆さん。あ、金の風船ありがとうございます。ねえ、あちゃんもそうでしょ、裸じゃないわよ。ちょっと今、人がいるから。服みたい？ちょっと待ちなさい。セクシー？いいわよ。よいしょ。うわ、ジロジロ見られてる。手振られてる。手振ってるけど。こんばんは。すごい手振られてる。誰だ。いや、リスナーさんかもしれない。今日はロングズボンとイエローのキャミソール、夏を先取りよ。夏先取りパリピ。じゃあ行くわよ。あー、ダメ、ジロジロ見られる。じゃあ9時に待ち合わせしてるから。かわいい、ありがとうございます。ほんとかわいいと思うけどな、結構かわいくなってきてる、日に日に。あ
んたたち今日もついてきなさい。わかった？行くわよ。あなたたちの応援が恥じらいをごまかせるのよ。あ、ねねちゃん、くまさんありがとうございます。ありがとね。本当に来るのかしら、9時に。今日はね、ミニコちゃんが来るのよ。ミニコちゃんがわざわざね、9時にね、武蔵浦和に来てくれるっていうことで待ちましょう。あ、ゆちちゃんありがとうございます。いや、ミニラじゃなくてミニコだよみたいなツッコミしてる人よ。よくわかんない、あれ面白いの、あれ、うん、ミニコだ、ミニコだわみたいな、なんかやってる人よ、来るの、うん、メイクしてるよ、うん、女装早食い対決。タカいらっしゃい。それで罰ゲームを決めてないのよ、罰ゲームを。まあ罰ゲームは女装を封印、もう負けた方はもう女装できないというそういうルールにしようかしら。ね、結構アウトロー系の人だから殴られないかしら。前ちょっとね、喧嘩になったこともあるからちょっと怖いのよ今日ね、ちょっと。